配信ブランドから、あ、間違えた。タガトーク2020、スタート。ご来場いただきまして誠にありがとうございます。最高に元気をたくさんこう届けれるような、あとは日頃のね感謝をもうたくさん届けれるような、そんなもう熱い公演にしたいなっていうような衣装です。真っ赤真っ赤おい、その赤のジャケット、早脱いでくれへん？正直、ちょっと俺も着たいと思ってる。ああ、ベストだけでもいいのよ。俺なんかすごい茶色で、床と俺か、どっちか、分かれへん。ああ！はい、赤のジャケットお前になんか渡さねえよ。お前はロケットすぐ宇宙に飛んじゃえ。ラケットあったら、お前をテニスボールみたいに宇宙に俺が飛ばしてやるよ。赤のジャケット着てみたらすごい気分が猪木。今日はね、せっかく来ていただいたから楽しんでいただきましょう。今日はスペシャルなスーパー神様スペシャルゲスト呼んでますので、では呼びたいと思います。スーパー神様スペシャルゲスト、永田貴人。急に音止まったからなんか、いや音ないからね。急に音止まったからなんか気まずいんだけど、うん、俺意外とこんな感じです。もうちょっとなんかクールなやつとかね、わかんない、何で知ってくれたかわかんないけど、クールなやつだと思ってたらごめんなさい。なんか衣装もこんなんだし、でもすごいお茶目でキュートなとこあります。はい、なので末永くよろしくお願いします。ジェスチャーでやってるのを俺にちょっとジェスチャーで伝えるっていうゲームやろう。え、ってかりょうくん、りょうくんじゃん。今回もっとすごい隔離システム用意したんで、ちょっと楽しみ。はい、結局は分かっていた。君はとっくにいなくなってた。どんな風に笑ってても本当の笑顔はそこになかった。さよならを受け止めなきゃ、君がもっと笑い合える未来を受け入れなくちゃ。当たり前の今日が終わるのだと何度胸に言い聞かせても、全部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 が君と見た君がいた景色。一人きりで明日も続くのだと何度胸に言い聞かせても、全部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 が君がいて輝いていた。どんな時でも
Every gonna be alright. イメージできたら始めよう。 Now it's all time for action。 誰でもない自分のストーリー、 Yeah。 頭でガチになりがちな毎日にエンドして踏み出そう。明日やるより今やろうな。偉そうなこと言えないよ、僕もこっから今から始めよう。一生に悩むより楽しもう。 Let's try、 怖くないさ、そのまま無理でも、なあ僕らなら叶えられる。 I can do it, we can do it。 もうダメだって思うこともある。傷つかない道なんてない。それでも自分で決めたから、この夢だけは諦めたくないから。皆さん一緒に行きますよ、せーの。 I can do it, we can do it。 後ろの人もやるんだよ、えー。マジ？最低の運ってさ、思われたって気にしない。もう分かんなくなっちゃってる。退屈な運ってさ、全部誰のせいでもない。手のひら返されたって逆に燃え上がってしまうんだ。俺を選んでくれよ、ほら今なら間に合う。嘘は方便さ、正しさなんてこの世には存在したい。愛を確かめる、キスしようぜ。明日なんか来なくてもキス足らないものは君がくれる。立ってたってそれでもいい。誰にも邪魔させたい。手に入れたいものは全て自分を掴めよう。情けないな、どう転んでも構わない。いるじゃん。なら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 。いやー、びっくりした。しっかり弁当、なんか弁当食べに来た感じ。あ、そうですね。え、そうですじゃねえよ。今日来てみんなでトランプしてましたもんね。いやいや、ちょっと待って。 あとは、初めましてですよね。違うわ。あれ、めちゃくちゃ合ってるでしょ。森林凛さん。森林って、あれ林立てだから。あ、森林凛さん。森林じゃないですか。木生えすぎだろ。暇なんでずっと絵描いてますけど。あ、絵描いてるね。絵描いてるよね。絵めちゃくちゃ上手なんですよ。いやいや、もう全然全然。本当に俺の次ぐらいにうまい、マジで。おい、なんだそれ。僕だけの物語を始めよう。後ろの方も見えてますよ。例えるならこれは筋書きのないストーリーだ。主役は僕で、あてのないまま進め。例えばこの道を左に曲がったとしたら、どこの場所で出会えなかったかも。まっすぐに、まっすぐに、不器用だけど君に届くように。炎天下の中、息が切れるまで、何度でも何回でも君に会えるまで行くよ。誰のための物語じゃないし、エンディングへ君とじゃなきゃ終われないし、ずらなくていい、映えなくていい、バカにされてもいい、カッコつかないよな、ドラマみたいには。憧れてたのは
世界を守れるヒーローだ。それなのになぜ傷つけてばっかりだ。迷わずに迷わずにいられるならどれほど良かっただろう。後悔ばかりが頭に浮かぶけど、間違いを受け止めて今を生きるだけ。行くよ。僕だけの物語を始めよう。エンディングは君とがなきゃ終われないし、叶えなくていい、泣けなくていい、そのままの君がいい。無理をして合わせる必要はないから、ドラマみたいにはうまくいかないな。偶然を待ってたって明日もしなんて考えるよりも確かな明日を書き足すよ。いつか君に話すまで行くよ。誰のための物語じゃないし、エンディングは君とじゃなきゃ終われないし、外らなくていい、映えなくていい、バカにされてもいい。カッコつかないようなドラマみたいにはエンドロールが流れて、君と笑い合って、この続きは劇場で、そんなバカな話をしようよ。ドラマみたいにさ。ありがとうございました。以上、歌かトークのコーナーでした。なんか皆さんに僕本当に支えていただいてるなといつも本当に思ってて、なんかその感謝が少しでもなんか届けばいいなっていうのをいつも思ってるんですけど、今回はもう本当特に5周年っていうこともあって、それはすごく考えた出て自分の中で、僕にとって本当にファンの皆さん本当になんか大切な仲間というかね、なのであのなんだろう、本当に まだ5年だし、まだ言ってみればほやほやな状態ですけど、5年の中にもいろんなことあって、本当に楽しかったこともあったし、時々苦しかったこともあったし、なんかね、でもそれをなんか本当に僕はなんか皆さんと一緒になんか過ごしてきたなっていうのをすごく思ってて、いつも思うけど、俳優って職業もそうだと思うけど、特に僕は弱っちいんで、ぶっちゃけなんか一人でやっぱ生きるっていうのがなかなかできないというか、そんなに強くないので、本当にもちろん裏にいらっしゃるスタッフさんとか来てくれた仲間たちもそうだし、いつも支えてくれるスタッフさんもそうだし、でもこうやってね、足を運んでくださったり配信見てくださったりするなんかファンの皆さん のお力を本当にいただいて、なんかこう頑張らせていただいているというかみたいなとこがやっぱりあって、なので本当に僕にとって特別な存在で、本当にこの5年間なんか一緒に走ってきたなっていう感覚が本当にあります。本当にいつも永田隆人のことを応援してくださって、支えてくださって本当にありがとうございます。また宇宙服で会いに行くから、今度はもう最初から最後まであれだからじゃあねー。